風が強まっている仙台ですが、全く寒くありません。この暖かさで仙台管区気象台の梅の花も開きました。綺麗だったです。ずいぶん暖かいんで、やっぱり咲いてもおかしくないかなっていうふうには思います。春が来たなって本当思います。宮城野区の仙台管区気象台にある梅の標本木は、今日午前の観測で花が咲いていたのは4輪でしたが、午後の観測では基準を満たす5輪の花が咲いたため開花が発表されました。仙台の梅の開花は平年より10日、去年より13日それぞれ早くなっています。